いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ。電車編。アンパンマンと赤ちゃんマンは仲良し兄弟。今日は電車に乗って二人きりでお出かけです。僕、電車の椅子に座りたい。あたちもでちゅ。二人は電車に乗るなり、ものすごいスピードで走り出しました。ああ、おじさんにぶつかっちゃった。おじさんとっても迷惑そう。赤ちゃんマンは椅子に座って大声で話し始めました。うるさいよ。今度はお菓子を食べ始めました。お菓子の匂いが電車中に広がって、この場所なんか飽きちゃった。あっちの青い席に行ってみよう。青大好きでちゅ。とっても元気な二人なのに優先席に座ってしまいました。お腹が大きな妊婦さんが座れなくてつらそうだよ。ママから電話だ。ママ、ちゃんと電車乗ってるよ。電車の中は電話でお話しするの禁止だよ。電車でたくさんの人に迷惑をかけるアンパンマンと赤ちゃんマン。気づくと電車の中は薄暗く、乗っているのは二人だけになっていました。電車の中で大騒ぎする悪い子は誰だ？見てたぞ、見てたぞ、見てたぞ、見てたぞ。お化け電車で連れてってやる。アンパンマンと赤ちゃんマンを乗せてお化け電車は出発してしまいました。良い子のみんなは電車では静かに座っていられるかな。走り回ったり大声を出したりすると他のお客さんにとっても迷惑だよ。君が悪いことをしていないかお化けがずっと見てるからね。気をつけるんだよ。動画は楽しかったかな？
他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。たくさんあるよ。